MHF チャンネルチュクチュク、皆様いつもご視聴ありがとうございます。皆様の貴重なお時間をいただき、いいねやコメントもいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。突然ですが、皆さんは思い出の匂い、香りってありますか？嗅覚、匂いというのは人間の五感の中で一番記憶と結びついている感覚なんだそうですよ。確かに街中でたまたますれ違った人の香水の匂いで昔好きだった人と同じとかありますよね。ちなみにこの現象には名前があって、プルースト効果というんだそうです。フランスの作家マルセル・プルーストがその半生をかけて執筆した大作、失われた時を求めての中で、紅茶に浸したマドレーヌを食べているとふと幼い頃の記憶が鮮明に蘇ってきたという記述があり、香りによって記憶が蘇ることをプルースト効果と呼ぶことになったんだそうです。今回はそんな誰もが一度は経験のあるプルースト効果を歌った今話題の男性シンガーソングライターエイトさんの香水を紹介しながら、もう個人で配信や動画作成をするだけでは満足できない、有名になりたい、もっと多くの人に自分の作品を見て聴いてもらいたいという DJ さんや歌手を目指す方、ギターやドラムなど楽器演奏が中心の方にぜひ使用してほしいサービスのご紹介します。最後までお付き合いくださいね。このチャンネルを初めて見ていただいた方へ、当店では DJ を中心にドラム、シンセ、DTM など楽器系のお役立ち情報を配信しております。機材レビューはもちろんですが、せっかく買っていただいた機材や楽器を長く埃が被らず楽しんで使っていただきたいという思いを詰め込んだ DJ 講座やドラム講座も作っております。概要欄下の再生リストをぜひご覧ください。まだ出していない、温めているすっごいネタもありますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チュクチュク。エイトさんの香水という曲、とっても人気ですよね。 CD は発売されておらず、デジタル配信のみで、昨年4月にリリースされた香水は今年4月からApple Music や Spotify、LINE Music などの音楽ストリーミングサービスで再生回数を伸ばし、チャートを急上昇。ビルボードジャパン総合ソングチャートジャパンホット100では、こちらも有名なヒゲダンこと、オフィシャルヒゲダンリズムなどの人気アーティストを抑えて1位となりました。YouTube に投稿されたミュージックビデオの再生回数は4000万回を突破し、さらなるロングヒットの兆しを見せています。小さい頃から歌うことが大好きで、兄が歌う清水翔太さんのホームを聴き、感動したことをきっかけに音楽に目覚めたそうです。当時は音楽を始める上で知識も技術も乏しかったそうで、音楽学校に1年間通い、実力をつけることにしました。周りの学生より音楽経験が少なく、具体的な将来のビジョンが見えていなかったそうですが、目の前の課題を一つずつクリアしていくうちに自分のスタイルを見つけていったそうです。ちなみにエイトさんが好きなアーティストは清水翔太さん、平井大さん。確かにお二人と楽曲の雰囲気が似ている気がしますね。一度聴いたら耳から離れない、日本中の人が思わずお風呂場で口ずさみたくなるのが独特のふわりになっているサビの歌詞ではないでしょうか。さらに冒頭でご紹介したプルースト効果を用いて、元カノとのエモい距離感が人気であり話題の秘訣だと言えますね。そして調べている中で一番驚いたことが、どのレコード会社にも芸能事務所にも所属していない異例のヒットを記録したアーティストなんです。ではどのようにして世界中に自分の音楽を届けることができたのでしょうか。大のハンバーガー好きでもあるエイトさんですが、現在は生活のためにハンバーガー屋でアルバイトもしているそうです。音楽だけで仕事をするというのは、これだけ有名になったアーティストでも難しいんですね。どこにも所属していないアーティストが、より多くの人に、世界中の人に自分の存在を示すために、彼が用いたのがデジタルディストリビューションサービスのチューンコアジャパンです。誰でも一定の手数料を払えば iTunes ストアや歌パス、レコチョクなど国内外の各種音楽ストアでのダウンロード販売や、 Apple Music や Spotify などのストリーミングサービスに楽曲を配信することが可能になり、そこから得られる収益を 100% アーティスト側に還元するサービスです。有名サイトの数々に自分の楽曲がリリースされるのってすっごくドキドキしますね。アカウントの登録をしたら、アーティスト名、公式サイト、活動するジャンル、 SNS の連携を登録していきます。
登録自体は無料なのでアカウントは持っていて損はないと思います。楽曲の登録販売の際に手数料が発生し、海外のストリーミングサービスにも配信されるので、海外向けのタイトルと楽曲の説明文も用意しないといけないので、それだけが少し面倒な点ですね。各サイトでの販売価格は楽曲の登録時に設定が可能です。個別に金額の設定もできますが、デフォルトで金額が設定されているので特に変えなくても大丈夫です。楽曲の登録が終わったら、配信期間に応じた手数料をチューンコアジャパンに支払います。一番短い期間でも1年からシングル、アルバム、リングトーンといった楽曲の長さと曲数によって料金が違います。ちなみに手数料が割引されたり無料になったりするクーポンがたまに配布されていたりするそうなので、アカウント登録までだった人も配信するきっかけになりそうですね。楽曲の登録と決済が終わったら楽曲の登録審査があり、最短2日で各ストアに楽曲が登録配布されます。配信された後はアクセスログのようなストリーミングやダウンロード数、再生数に応じた金額、販売収益などを確認することができます。自分の作品が世界中の人に聞いてもらえると思うと、なんだか緊張するような、とってもワクワクしますね。匂いが記憶に結びつくプルースト効果の他に、音楽が記憶に結びつくメンタルタイムトラベルという効果もあります。当時の恋人とのデートだったり思い出が、その時に聴いていた音楽や思い出にリンクするような歌詞を聴くと記憶が蘇る、それがメンタルタイムトラベルです。誰かの心に残る、そんな楽曲を自分の手で世界中の人により多くのサイト上で発信することができるチューンコアジャパンと、そのサイトをきっかけに誕生したエイトさんをご紹介しました。エイトさんに次ぐ DJ さんや歌手を目指す方、ギターやドラムなど楽器の演奏をする次世代のアーティストがこの動画を見たことをきっかけに生まれたら嬉しいです。いかがでしたでしょうか。皆さんの知りたい情報、より良い情報をお届けして、音楽ライフがより良くなる動画をいつもお届けするよう心がけております。これが知りたい、あんなことをやってほしいなど、質問や感想など、今後の動画作成の参考にさせていただきますので、コメント欄にぜひお願いいたします。Twitter、Facebook、Instagram もしておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。LINE の公式アカウントでは、これから音楽を始める方へのご支援として、ささやかながらクーポンを配布しております。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次の動画をお楽しみに。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。